はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回は、仮面ライダー01、16話の感想でございます。ちょっと寝坊したので、今、ブルーレイっていうか、録画してたのをちょっと見たんですが、まず、伊豆ちゃんが復活したのが、まず良かったんじゃないかなと思います。マジで良かったと思いました。そして、来年の放送1月5日なので、放送上の話ですが、29日放送ないので、お休みとさせてもらいます。なので、今日で年内最後の動画になり、この仮面ライダーと、スーパー戦隊と、ウルトラマン2回、ウルトラマンも来週もあるんで、よろしくお願いします。ということで、まずは仮面ライダー01の感想でした。ご視聴ありがとうございました。